東武アーバンパークライン、運河駅より徒歩6分のところにある、運河水辺公園沿いの利根運河で、3年ぶりに、鯉のぼりがお目見えしました。2年間、中止していたが、ウィズコロナの催しとして、復活させることになったそうです。利根運河交流館が、鯉のぼりの寄付を募ったところ、約100匹が集まったそうです。このうち、長さ4メートル以内のものなど、60匹を展示し、鯉のぼりを取り付けた5本のロープが、時計塔から対岸に渡されております。運河水辺公園沿いの、利根運河での鯉のぼりは、5月31日まで、展示の予定です。今回は、運河水辺公園沿いの、利根運河の、鯉のぼりをご紹介させていただきました。鯉のぼりを、身がてら、利根運河周辺も、探索していただけたら良いなと思います。動画の内容が良ければ、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。